こうなると白鳥がちょっと置いてかれる構図でトンの4曲を迎えました。親はその和屈です。イーシャンテン、本当だ。しかもシャンポン残ってもリーチありそうですね。そうペイがね、とにかくペイが場に切られる前ならリーチした方がいいですよね、はい、絶対。ちなみにローピン積もってもリーチですか。絶対リーチです、ね、絶対リーチ、失礼しました。いや絶対とは言い切れないですけど渋川さんはリーチってことですね、はい、これはもうペイを切られる前にリーチして、ね、ペイを捉えないと、やはり自敗はこう出やすいと。しかも風じゃないですからね、丸山選手の、はい、親は和屈です。ドラは2万、1,2,3 も見えるが、そんなものよりハイ効率だ。渋川さん今ワックス映りましたが、今日のワックスの髪型どうですか。今日はなんかシンプルですね。ですよね、いつももっとこう、まあ、どういうのかな、派手というか、がっつりこうやってくるんですけど、今日割合いつもに比べるとシンプルかなと見えたんですが。そうですね、ワックスは今日の髪型すごく気に入ってるみたいです。おう、まあ、はい、いい髪型ですよね。めちゃくちゃ今日の髪型うまくいったんで、勝てる気がしますって言ってました。いい感じに打ててますね、はい、ただ親でこの手、両面は多いがメンツはまだありません。ローピン引いたらさすがに3色にしますか。これはうーん、9層切ると打点マックス、チーソー引いてもね、いいペーコになるんで。ああ、ね、打点でいった。パーソーツも切るっていうのもありますか。あります、その場合はペー狙いですね、はい、うん。ただまあそのペイ狙いにしたときペイが切られてしまったら結構嫌なんで。よくありますよね、自敗狙ったら先にポッポと切られて、ああ失敗した、はい、パーソー返してなんてのありますよね。そうなんですよ、だからこれでね、どっち引いても高いようにしましたね。はい、これでウーソー引いてもチーソー引いても満足と。あ、7万か。いや伸ばす手もありますが。ペイですか。いやパーソーですね、切る場合は。その場合現状のねイーシャンテンで十分満足してるんで。へえ、あ、よかったですねこれはね、切られたら。置いたチートイツか、4トイツです。白鳥勝つ、また目いっぱいに行く。ドラのりアンマンも1枚あります。勝つ、またと丸山がチャンスですが、丸山がすでにもうイーシャンテン、ただチート1枚切られちゃったんで、丸山選手は勘違いその部分が弱くなったからどうしようかなと。ウーソーもここから見る限りではここに2枚、チーソーはまだあと1枚ある。うん、まあ、順調ですね、伸びていっている。来ました、やっとメンツ完成。一気にまとまるか。来たぞ来たぞ来たぞ。リーチも闇、どっちもありますが、カンウーソーの闇点3色赤5200、カンウーソーじゃないパーソー今のは見間違いやすいランキングですから。お、来た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 。これ闇手にするとこうやって自由に打たれるリスクはあるんですが、その代わり自由に打ってきたときウーソを捉えるメリットがあると。はい、渋川さんどうですかこれ、この手もしご自身が持ってたら。僕はリーチしたいんですが。それはやっぱり相手を止めたいっていうことですか。まあ止めつつ積もれたらいいなと、はいはい、うん、一応パースを切ってるんで両層引いても中筋になるしという気持ちでいくんですが、はい、まあどっちがいいか分かんないですよね。はい、あ、チーピンじゃないですかこれ。チーピンだ、イーシャンテン両面三面ちゃん、一気に追い抜くかもしれないぞ。ただ2山のカンウソーはありますからね。ある、カンウソーが今パッと出る選手はでもいないんですよね。みんな1回は入りそう、確かに出なそう。勝又は多分スライドしますよねこれ。パーソーと変えれますね。はい、三層先切り考えてますか。三層先切りだ。あ、決めましたね。枠津はウーソーはもちろんテンパイ、なんだスーソー。ソーズの周りが程よく切れてきてウーソーが良くなってきましたね、丸山選手の目から。なるほど、ここで行くかもしれない。行かない、手から打って闇天間ウーソー5200、上がれば大きい。ただ今背後にはワックスがピタリとついた。勝又も悪くない。スーソーじゃないですかこれ。スーソーだ、また闇天だ。闇天、これが2枚切れでワックスがウーピン切ってる。でウーピンはいらないですよ、両ピンですよ欲しいのは。両ピンが1枚ですね。あとうわこれ闇点トップ目だからだ。ウーピンでも OK ってことですか。ウーピンでも許しますよ、渋々の渋々で。いやこれ赤ウーピンがある。うわ両ピンだ、ラスハイ、ラスハイの両ピン。ケンジ勝又、軍師勝又が来た。単品つも3色ドライチ3,0006,000。いやー、丸山の3色の天敗の中、上がりをものにしたのは同じ3色の勝又です。
恨めしいなという感じで丸山見ていました。私の方が先に転敗してたのに、あなた後から来といて何なのよ。だからこういうの見ると、いやリーチだったらこんなに無筋バンバン来れたのあなたっていうのがよりいっちゃうんですよね、はい、ちょっと隙を作っちゃったかなという考えもあるか。でもあれだって一つのいい作戦ではあるわけですもんね。もちろんそうだ。その闇手にしたおかげで嘘が出てたかもしれないんで、いやどっちもどっちなんですよ、はい、ね、丸山の判断が風林火山勝俣に利しました。